はいどうも皆さん、キャシーと申します。バイハザードビレッジ、続きやっていきたいと思います。前回は4貴族のうち2人目ですね、であるドナを倒して、そこから脱出してきたっていうところですね。で、おそらくまた、ボスを倒したということで、村の中が変化してるんじゃないかなと思います。なので、今回は、この村のね、探索パートにまたなるんじゃないかなと思います。では、とりあえず、戻って、デュークですね。デュークのところにちょっと戻りましょうか。で、おそらく襲ってくんじゃねえかな、また。ここの、ほら。あれ?アイテム追加されてるやん。待って待って。こんなん前なかったよね。ちょっと倒すか。あぶね、あぶね、あぶね。おおおお、ちょ、いて。あぶね。ちゃ。痛い。後ろから攻撃されるとダメか、やっぱり。くっそ。ああ、避けられたし。立ち回り下手くそすぎ。くっそ、まさかこんな感じ挟まれると思わなかった。結構こいつら硬えよな。いやー、しまったなー。速攻でダメージ食らっちゃった。あ、しかも、こんなものまで追加されてる。あれ?結晶の塊だって。あ、そういうことか。なんか、速攻でさ、来た時には取れなかったようなアイテムが。追加されててさ、めちゃめちゃ動揺しちゃった。相変わらず、かってえな。そうか、ここに来たときは、イベント中だったから、全然、アイテム取れなかったけど、今回はあれか、それがなくなっている状態だから、普通にアイテムが取れるようになってんのか。ってことは、ここら辺普通に見てった方がいいんだな。ビビアナイト。普通にいろいろアイテム追加されてんな。んー、でもこれ全部戦ってらんねえな。どうしようかな。一旦こっちぐるっと回って。一体だけ?こっちも見てないよね。OK。他は?使わないかな。こっちは見たんだよね。ここはないかな。うん、なさそうだね。うん、上とかもないし。じゃあ行きましょう。さすがに弾が切れてしまう、このままでは。でもいいね、このイベントを終えるたんびに村の中が変化するっていうのは面白いね。よし、戻ってきたぞ、デューク。なんで人形持ってんの?おやおや、これをご存知ですか?いや、知らんけど。あ、ちょっと待って。もうお出かけで?合成しないと、ダメだね。これか。組み合わせ。OK。特に、いや違う、そういう意図で今見たんじゃないよ。単純になんか仕掛けがあるのかなと思って。じゃあここら辺売っちゃいますか。ただの換金アイテムだよね。合成はもうないはず。アンジーの人形、たっか。これ組み合わせだからまだ。これは組み合わせたやつだから OK。待って、一旦これで売って。アンジー城、なんと可愛らしい。ビスクドールは大変人気があるのです。ビスクドールっていうんだ、ああいうので。これ入手したやつだね。これも売って OK で、これは買取価格を弾まなければ。 OK で、今回新しく手に入れたこれなんだけど、
もともとのやつより威力高いね。連射速度も若干高いわ。じゃあこれからはもうこっちを使うでいいのかな。相談数が少ないから、それだけちょっと今日、うわ、高っ。こう見えても手先は器用な方でしてね。これで、威力も増しちゃって、いやもう普通にガッツリ改造しちゃうか。うん、新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。本当に？この辺は前からあったやつ。あ、ショットガン用改造パーツ。ハンドガン用改造パーツ M1911。え？そんな持ってたっけ？これか。ああ、これ用の改造パーツか。はい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 。なるほどね。まあでもいいかな。それは。最初に持ってたやつを使ってるから。こっちを使えばよくって。レシピ。まあレシピも一旦はいいかな。ってなると、これだけ装着すると射撃時の反動幅に抑制できるか。まあこれから使っていくっていうんだったら持っておこうかな。うん、一旦これだけでいい気がする。薬液も作ったしね。お持ちになるのも当然良き日よ。はい、では持ち帰っちゃおうか。こっちにショートカット。はい、これでん、これスナイパーか。これだね。まあ、6発になったのが果たして正解なのかっていうのがね、若干あるけれど。まあいいか。で、どうしようかな。あ、はめちゃうか。じゃあ両足のフラスク。これで2つ目解放と。で、ここをとりあえず開けて、これでね、多分前行ったところに戻れるようになるんだよね。うん、これで探索の幅がまた広がると。で、多分ね、こっちの消えてるエリアの方に次行く場所があるんじゃないかなっていう気がする。なので、まあまあ、あ、で、魚結局これ全部取っちゃった方が良かったんだね、食材集めという観点で言うと。あ、これ、水車小屋の火薬兵器。これ、そうだよね。ここもなんか鍵閉まってていけなかったところだし、今回の手に入れた楽器の鍵だが、なんとかって、ここかな？ここ入れなかったやつがその鍵なのかな？そこら辺もちょっといろいろ回ってみようか。とりあえず、新しい方に行く前に、既存の方で気になってるところをいくつか回りたいなと思います。あ？マジ？ここでも出てくるようになるの？マジか。さすがに弾足らんねえぞ、これ。これやっぱりあれかな？新しい方に変えた方が良かったのかな？ハンドガンも。これだけ。ヘッドショット決めてんのに死なねえもの。あ、もう弾ねえや。ちょっと待って、合成しないと。ハンドガン1、2。あー、消費でかい。いや、やばいねこれ。あ、開いてる。これ閉まってたのに。欠けたプレート。あ、これじゃない？あの、なんだっけ、あの人形のドナのところにあったやつって、なんかアイテムがさ、前回ハマんなくって、あれってなってたけど、これだろうねきっと。オッケーオッケー。で、あ、こっちは関係ないんだけど、そうかそうか、魚だけちょっと取っちゃいます。はい、まず1つ。はい、2つと。これで多分魚は、
うん、取り切ったね。で、あの青い鳥って多分ね、ここのどっかだと思うんだよね。あ、いたいたいた、ほら。これこれこれ、これだわ。はい、ゲットー。高級な鶏肉。うん、速攻で見つかったね。あの、これこれ、これが見えてたんだよね、写真に。だから多分そこだろうなって思ったんだ。で、楽器の鍵が、ここなんじゃないかなって思うんだけど。これこれこれ。ここが多分、楽器職人の鍵。ほら、あった！ビンゴですね。そうそうそう、なんかバイオリンのマークがあったような気がしたんだ。ここでも、あれかな？あの、高額換金アイテムが手に入るのでは？ハッピーバースデー。これ、どう？右から年だよね。2017年9月27日だね。高額。ちゃうちゃう。よいしょ。このバイオリンが？あ、これか。え？ナンバーが必要？謎解き？謎解きな。これか。ナンバーはあの子の5歳の誕生日。これやん。ちょうど見てたやつやん。あ、でもちょっと待って。ケーキのとこにはろうそく3本しかないから、この2年後だよね。だから、270919かな ?270919。270919。270919。ん？ダメ。これじゃない。あ、そう。じゃあ、これは？ああ、そのままでいいんだ。なんだよ。秘宝、鋼鉄のなんちゃら。マガジン、あ！ライフル用の強化パーツまであるし。普通に絵のままだったね。ろうそくに3本、3つだから、3歳の時だから5歳ってなったら、に足さなきゃいけないのかなって思ったんだけど。まあいいや。強化パーツ、強化パーツ。どれだ？これか。ライフルのか。はい。何が強化されたんだ？しまった。何強化されるか全然見てなかったな。あ、でもちょっと待って。装填数が増えてる感じがする。あ、アイテム他いないか。あ、まだあるってなってんな。うん、まだアイテムあるってなってるんですけど、見つからないんで、もう気にせず行っちゃいましょうか。うん、見つからなかったですね。まあいいや。重要アイテムは多分ないと思うので。OK。じゃあ気になってたこっちはもう完了かな。一番最初に見つけた、キーピックで開ける場所？どこだったっけ？こっちじゃねえや。こっちか。これ開けましょう。これか。キーピックちょうど確か手に入れてたんでね。何が入ってんのかな？スナイパーライフルの弾か。うん、これで全部終わったけど、ん？なんか、マークが、動物のマークがあるな。ここになんか動物がいるのか。あれ？なんか、追加されてんな。こうやって来た場所だよね。やっぱりなんか改めて追加されるんだな、こういうのって。ああ、じゃあ、この中に、いたわ！行って！いましたね。ケツを切る。ケツを切る。あ、獣の肉だ。獣の肉欲しかったんだよね。あ、マークなくなったわ。で、あとこの、ああ、失礼。裏側のところに井戸があるね。それもやってない。
あれ、俺ここ外してなかったっけ。はい、じゃあここだね。これで多分見つけた井戸は全部じゃないかな。あ、キーピックだ。あ、それで開けるようだったのかな。これ前激闘を繰り広げたところだね。うん、これでここは調べ尽くした感じですね。では次に、解放して戻れるな、戻れるようになった方ですね。こちら側を改めて探索しましょうか。は？なになになに？なにこいつ？いっていっていって、死ぬ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 。おいおいおい、ちょっと待って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 、足なくなるんちゃうか。いって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 、なにこいつ？危ね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 。あ、またここに。いっていっていって。あ、結局戦うのか。え？あ、なんか誰か死んでる。傷が深い。もう長く持ちそうにない。小屋の周りをあいつがうろついているのが聞こえる。あいつは銃にひるみもしない。俺の抵抗を楽しんでいる風ですらあった。あいつは普通の狼じゃない。狼なんだあれ。だが畜生、もう少しだったんだ。水車小屋まで行ければあいつをあの武器で仕留められたのに。小屋はもう目の前なのに。クソ、ひどく寒い。足に力が入らない。俺を許してくれ、ルイザ。あ、これルイザの旦那さんじゃん。亡くなっちゃったのか。行って、うわ、なんか大変なことになってる。ボス戦か。ちょっと待って。で、多分あそこまで行ければって言ってるのがここだよね、多分。水車小屋の火薬兵器って書いてある。そこまで行くのか。うーわーお。ちょっと想定外。まあ、そりゃそうだよね。いや、まあ、その、雑魚敵はさ、たくさん出てくるだろうなとは思ってたんだけど、あれ多分倒せないんだろうな。無敵なんだ。さて、じゃあどうやって、行くかな。ルートプラン、そこだよね、多分。そうだね。だからさっさと行って、よし、もう行くしかない。で、ここ、で、これドミトレスクの鍵でしょ、これ。あ、違う、鉄格子の鍵か。大丈夫か。オッケー、じゃあここにいい武器があるのか。でもこれじゃないよね。炸裂弾だもんな。あ、キーピック、これだ。 GM79。 おっと、アイテムでけえのか。ちょっと整理しますね。オッケー、手に入れました。で、どうもこれグレネードランチャーみたいですね。なので、どうしようかな。一旦じゃあこれを、ショートカットで、スナイパーライフルと交換しとこうか。で、炸裂弾とか結構手に入れてたよね。じゃあこれを使って、やつを倒せってことなのかな。だから一発ずつしか装填できないのか。なるほどな。じゃあやるか。あれ、なんかさ、ここにさ、火薬なかった？なくなってんな。爆発の樽があったはずなんだけど。どこにいる？いや、上から狙うか。待て待て。一旦中入って、上から狙撃してやろう。わざわざ真正面から戦う必要はない。地の利を生かそう。で、そこにいるんだろ？あれ？どこだ？あ、いた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 。これ届くか？ちょっと待って、あえてちょっと今一旦スナイパーライフル装備するね。この野郎。いやー、近くに来てくれねえか？いや、めんどくせえな。
死の利を生かして戦おうと思ったのに、こっちに来てくれないか。行くしかねえな。とりあえず探索を後回しにして、やつをぶち殺すのを優先しよう。どうだ、弾ごめ変えて、この野郎、弾ごめ、この野郎、弾ごめ、こら、ちょっと待って、一旦下がる、一旦下がる。何吠えてんだよ。倒したか？倒したくさい。いやー、これ持ってたら雑魚だな。まあ雑魚だなって言っても弾あと一発しかねえけど。あれ、なんか別の弾も持ってなかったっけ？気のせいか。炸裂弾しか持ってなかったか。まあいいや。ふう。まあ大したことなかったな。ん？なんだこれ？何これ？このなんかスライムみたいなの何？気持ち悪っ。で、こっちは多分、単純に開かないだけだよね。うん。で、そこ調べたし。OK。じゃあ順番に見ていこうか。で、そこはさっき隠れてたところだし。なんか嫌な予感するな、このスライムみたいなの。まあ、そんな連続で、ボスみたいのが出てくるとは思わないけどさ。いや、でもなんか変だよな。あ、これ一緒か。これ地下から出てきたところだよね。あ、ここなんか、これでいける？あ、違うか。これはまた別のハンドルが必要なのか？そうっぽいな。ここはまだいけないんだ。オッケー、ちょっとナイフにしとくのは怖えな、さすがに。まあ、とはいえ、もの、ああ、なんだこの血は。この血は何の血だ？大丈夫か、これ。アイテム的には何もないはずだよね。大丈夫か。なんか、あれだな。動物の声が聞こえるな。この裏か。ああ、なるほど。さっきの、鍵だかなんかを開けた先にあるんだな。そうだね。これだもんね。クランク扉だから。それを開けないといけないんだ。じゃあ一旦無視していいかな。待て、中にいるな。戦う必要ないんだよなと思いつつも。おお、こっち来るんか、お前。いって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 、ちょっと待ってくれよ、お前。こっち来るんかい。油断こいたわ。え、うそ。ほら。普通にこっち渡ってくるのか。それは油断したな。こっちに来れねえと高をくくっていたんだけど。新しいアイテムとかは別にないよね。青くなってんだもんね、だって。OK。あんまりこうやって敵倒してってもなっていう話よな。あれ、前回これ行けなかったよね、こっち。岩があって通れなかった道のはず。なんだこれ。
粘液の塊らしい。壊せそうだ。壊せそうだ。これはちょっと、いやでも、なんか重要な、あ、これあれじゃない？あの、沼の、多分、敵が出てくる。てか、四貴族のうちの一人じゃない？これが、だから次行くところか。え、でも壊せそうだってなってる？あ、これで壊せるってこと？あ、壊せるわ。あー、なるほど。次の目的地はこっちなんだ。うーわ、行きたくねえ。すげえ行きたくねえ。これも壊せるじゃん。あ、でもこれはなんか反応ねえな。まあいいや。一旦こっちは置いておいて探索をしちゃおう。まあ、探索をしちゃおうって言っても、残ってるものって別にないよね。やりたかったやつって結局ここを取りたかっただけだから他はもう行ってるんだもんね。うんうん、やってるわ。なので、ただちょっとこっちは気になったんだよね。六翼の退治の鍵で行ける場所がこっちにあるから、俺こっちが本命だと思ってたんだけど、まあでも一応見てみるか。一応そっち見るのと、あと倒した貴族のあの人形ちゃんのところのやつ取れるかどうかっていうのをちょっと確認しましょう。お、なんか獣がおるやんけ。カットする気満々だったのに獣が、おら、え、どこ行った？これでどうだ。あ、結構持久力あんなこいつ。オッケー。あ、でも普通の獣の肉なんだな。想定外。あ、何？ちょ、おいおいおい、いって！嘘だろ、お前。え？マジかよ。ちょっと待って。どこ行った？いるな。効かねえな、あんまり。いや、わかんないけど。あー、それ防がれんのか。ちょっと待てよ。これ使うか。あんまりこっち奥まで来ねえんだな。よいしょ。あー、ちょっとミスったかな。あ、ミスったかもしんねえ。あ、すげえもったいねえことした。おら！オッケー！どうよ？あぶね！いちいち戻ってくの面白えな。くっそー、一発ちょっとミスったの痛えな。ちょっと待って。おら！ちょっとこんなに使って大丈夫？もう弾薬ほとんどねえぞ。あぶねえ。あぶねえな、俺やろ。全然死なねえんだけど、こいつ。え、弾薬使い尽くしちゃうよ、このままだと俺。あぶねえ。やったか？いや、まだか。え、嘘でしょ？いって！やべ、ガードの上からそのダメージ。ちょっと待って、スナイパーライフルで遠距離から狙撃するか。どうなってんのマジで。いやこの野郎。うわ、フラフラしないで。あぶね。こうやって使うもんじゃないけどね。あぶね。いや、ちょっと待って。いや、もう弾ねえっす。戦うべきじゃないんだろうな、きっと。
ここまでやっちゃったらな、もうぶちゃめすしかないでしょうよ。やったか。いや、めえまだ。いや、もう弾使い尽くすよマジで。ちょっと待てよ。じゃあこれも使うか。ほら来いよ。オッケー。どうよ。え、まだ死なないの。いや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 、嘘でしょ。いや、もう弾ねえぜ。ちょっと待って。俺は一体どっからツッコミを入れたらいいのかわからないっていうぐらい。マジ？え、強すぎじゃない？どんな耐久値してんのこいつ。危ね。待った待った、ちょっととりあえずショットガンの弾作ろう。ショットガンの弾を作ろう。で、ちょっと待ってな。いやー、弾尽きるな。これ戦い仕掛けたの失敗かな。やった。オッケー、やっとやった。ちょっと待って、やったのはいいけど雑魚めっちゃいる。いやー、ちょっと待って、それはもう対処しきれないぞ。いやー、一回ボムミスったのが痛かったな。ちょっと待って。いやー、これ弾足りねえな多分。急いで目的を果たして。いやー、これまずくね？これまずいよね。そっち行ったから戦うべきじゃなかったな、完全に。急いで走って、で、ここで駆けたプレート OK で、で、どうなんの。あ、なんか拾う。ベレンガリオのなんとか OK。 行こう行こう行こう。目的のものは多分今のでしょう。取ったことになってるね。オッケー、戻ろう。やーべえ、弾使い尽くしちゃった。これ下手したら積むで。やっちまった感あるな。よし、戻ってきました。いやー、まさか今回なんかボスっぽいやつ2人と戦うことになるとは思わなかったな。いやー、でももう弾がね、ないから、ちょっと、まずは、手に入れたものを売ろう。あ、めちゃくちゃ高い。さっき倒したあの獣と、あの巨人だね。あ、大きすぎて武器には使えないって書いてある。と、あとこれ、秘宝、鋼鉄のフレスベルグ。ああ、楽器屋さんのとこにあったやつかな。と、ベレンガリオの金杯でいいのかな？これがさっき手に入れたやつだね。村の四子祖の一人、ベレンガリオが愛用してたという古の杯。はい。じゃあこいつらを全部、売って、で、ちょっと、まず薬液一個でしょ。それを選ばれると思ってました。あとこの玉買ってかないともうまずいね。ここら辺のサクレス弾とかのレシピって買っといた方がいいのかな。一応買っておこうか。サクレス弾、閃光弾、パイプ、うん、金はたくさんあるからな、ここら辺買っといてもいいけど。まあ、それよりもまずはハンドガンの弾、ここら辺、あ、安い。ここら辺はもうね、
お買い上げありがとうございます。うん、ガンガン買っとこう。ショットガンの弾とかも15。特にハンドガンも、もうちょっと買っとこう。あれ？もう買えない？あ、面白い選択です。在庫があるのか。あ、知らなかった。在庫っていう概念があるのね。ああ、そうですか。全部買えるわけじゃないんだ。へえ。じゃあもう買えるだけ買っといた方がよくね。ん？こういうのとかも。ねえ。あ、在庫という概念があるのね。今まで買ってなかったのミスだったかな。いやもうレシピとかもこれ全部買っといてもいいかもしんねえな。おお、素晴らしい選択です。ね、レシピとかも全部買っちゃおう。それに興味をお持ちになるのも当然です。あとまあここら辺はどうするかだけどね。うん。手ぶれ軽減とか、まあ金あるから買っといてもいいけどな。買っちまうか。せっかく頑張ったからね。オッケー、でかっこれでこれ。オッケー、散財や。ふう、買い尽くしてやったぜ。お気になさらず。これでどう？またお会いしましょう。あーでも玉これでも心もとねえな。だいぶ心もとない。こっちに関してはもうねえしな。あとまあスナイパーライフルがあるからこれでなんとかやりくりして戦うしかねえな。あとは地雷とこのパイプ手榴弾。戦いを挑むべきじゃなかったんだろうな。はい、ということで、今回はここまでにしましょうか。もうこっちの探索先に行った方がいいのかな。なんかね、行けるところがあるから、次回こっちを行ってからこっち行こうかね。次の4貴族のところに行こうかなと思います。ちょっと先にね、余った探索の部分をやろうと思います。はい、ということで本日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。